じゃあまた22時半に集まれる方は集まってください。お待ちしてます。じゃあありがとうございました。皆さん マジ？ちょっと待って。本当？ゆいちゃんが配信切れてないから連絡してあげてって。本当？ちょっと連絡してあげようかな。出るかな？でも私が電話したら切れんじゃない？電話してみるか。助けてあげよう。出るかな？出るかな？お風呂入っちゃったか。出ないよ。大丈夫かな？だってね、これさ、切れてなかったらまた次配信できないよね。ほんと、あれ LINE じゃなくて電話番号知ってたっけ。昔のだと思うんだけど、電話してみっか。オーマイガー、電話番号知らん。ファンのみんな困っちゃうよね。出ない。何これ、 LINE したらいいのかな。 LINE 電話をしてるんですよ。でも出ないな。一回 LINE してみよう。ショールーム切れてないってよ。既読はつきません。大丈夫かな。心配。うん、ゆいゆいが配信切り忘れてるか教えてあげて。そんなことある？ゆいゆいに電話して。ちょっと待って、電話します。今私ゆいゆいの LINE 入れたんだけど出ないよ。びっくりしちゃうんじゃない？急に知らない人から電話来たと思って。ひーちゃんも連絡してるっぽい。出ないです。ゆいゆい心配。大丈夫かな。てか今日配信途中で切れそうで怖い。強制的にそう切ったんですけど、そしたら全然そうダメだったみたいで、ちょうどねこうお風呂入ってて、で急いで携帯見たらひーちゃんとあやなんさんから連絡が来てて、え何事って思って、そしたらひーちゃんから LINE が来てて、ひーちゃん切れてないよって。もうめっちゃ焦りました。もうえどうしようって、もうびっくりした。本当にすみませんだけどさ、だからねもう本当にあやなんさんとひーちゃんにありがとうっていう感謝も言いました。ありがとう。そしてひーちゃんとやなんさんにね伝えてくれたファンの人もありがとうございます。47、あもうすぐ43分になる。43分、みんなありがとう。おやすみなさい。あれ切れないよ、おかしいな。じゃあ44分、まだ切れないよ。いや切れないのはいいんですけど、私は全然1分くらいあるかな。怖い。じゃあ44分に切れちゃうかも。うん怖い。44分だ多分。あみんなありがとう。またね、明日待ってて、配信します。あれ怖い。あれ何切れないの、切れないのこれすごい、いや怖い。でも雑談してる間に切れるの一番恥ずかしいからさ。45分かな、ちょっと怖いな。45分かも。ちょっととりあえずバイバイしてみる。ありがとう。